ジャンボアメフラシは、ウミウシ、特にアメフラシに分類されるアメフラシかアメフラシ属の生物種である。この種はカリフォルニア及びメキシコ北部の近海に生息しているが、フロリダ海岸の近くでも見ることができる。ジャンボアメフラシは、非常に大きく成長し、張っている時に75センチメートルにもなる個体の記録がある。しかし、ほとんどの生態標本は、 この半分あるいはより小さい大きさである。禁煙種であるアプリナバカーはこれよりも大きく成長する。全、ゲノムシークエンシングは2005年3月にアメリカ国立ヒトゲノム研究所によって優先して承認された。ゲノム概要配列はユーシアスクゲノムブラウザーで入手できる。モロベイ近くで干潮時に水から出ているアプリナカラフォーニカ全てのアメフラシと同様に ジャンボアメフラシは私有土体であり、交尾の時は同時にオスとメスとして働く。卵は黄色で、8から9日後に茶色に変化する。この1年生動物は産卵すると、その生涯を終える。寿命は水温にある、程度依存する。12から摂氏25度が最適であるが、より低い温度では産卵が遅れ、寿命がある、程度延長する。 相当程度混乱させられると、ジャンボアメフラシは、外東空の線から赤紫色の色素を放出する。アプリナカラフォーに可能、触覚すべてのアプリナ属の種と同様に、ジャンボアメフラシは装飾性である。食物は主に構想からなり、そのため、ジャンボアメフラシは赤あるいはピンクがかった色を呈する。ジャンボアメフラシは、学習及び記憶の神経科学の研究で使用される。 有用な実験動物であり、特にノーベル賞受賞者、エリック・カンデルの仕事と関係している。ジャンボアメフラシはわずか数千の大きく容易に、同定できる、神経細胞からなる単純な神経系を持つことから、シナプス化素性の研究において、至るところで使用されている。その一見したところ単純な神経系にもかかわらず、ジャンボアメフラシはエビン化や純化、古典的条件付け、 オペラント条件付けを含む様々な非連合並びに連合学習を行うことが可能である。研究は主にひだ及び吸引管引き込み反射の部分標本を用いる。ザアンテリアパートオブアプリナ・カラフォーニカ。ありがとうございます。